欧州館受験生の皆さん、こんにちは。欧州館の塾長の飯塚です。今日は7月30日月曜日になりますね。夏休みも2週目に入りましたけれども、欧州館受験生の皆さん、受験勉強の方は順調でしょうか？まあ、この週末ね、まあ、欧州館のはね、新規でね、入塾した子供も教室の方に来て、頑張り始めてますんでね、6年生でも残り半年で頑張りたいっていうことで、今結構殺到してますんでね、まだ夏休みありますんでね、随分、勉強もできると思いますんでね、どんどんね、6年生の人もね、まあ、欧州館のようにね、アクセスしていただければなと思います。今日もね、この前、学校説明会で配られたパンフレット、この資料のね、ちょっと中身についてね、ちょっとね、掘り起こしていこうかなと思うんですけれども、ここのパンフレットの中でですね、欧州館の育てたい生徒像っていうところですね。これがね、6つ書かれてるんですよ。で、これがね、欧州館らしい、このメッセージがね、すごく込められてるんで、この育てたい生徒像、欧州館の。これについてちょっと一個ずつポイント見ていこうかなと思います。まず育ちたい生徒像、第1位がですね、将来の夢や高い志を抱き、自ら進んで考え、自ら勇気を持って決断し、自ら責任を持って主体的に行動できる生徒を育成します。これが欧州館の育ちたい生徒像の1位なんですね。で、2つ目、社会の様々な場面、分野においてリーダーとして活躍する生徒。3番目、真理を探求する精神を持ち、自ら課題を発見し、論理的に解決し、適切に表現し、行動できる生徒。4つ目、生命や人権を尊重し、他者を思いやり、他者と共に協調する心を持つ生徒。5つ目、世界の中の日本人としてのアイデンティティを持って国際社会に貢献できる生徒。そして最後の6つ目、自らの健康に留意し、体力の向上に努め、健全な精神を維持できる生徒ということでね。やっぱりね、この育ちたい生徒像の6つの中に、欧州館中等はやっぱりね、メッセージとしてね、やっぱりこういう子が欲しいよっていうね、意思がね、すごく込められてるかなと思いますよね。やっぱりね、論理的な思考力を求めているのは当然なんですけれども、その中でも、やっぱり、自ら自分で決断して意思決定していけるリーダーをする。ということだよね。と、同時に、他の人ともね、協調できるように。それがさらに国際社会の中に行っても恥ずかしくないように。日本人のリーダーシップっていうのはよく問われるところですよね、国際社会。やっぱりね、この欧州館の中から将来の日本のね、国際社会で活躍できるリーダーが育っているので、素晴らしいなと思います。まあ、こういう育ちたい生徒っていうのの中にね、やっぱこういうものを欧州館の受験の中にもね、惹かれてくると思いますので、特に作文の対策なんかをするときにね、この育てたい生徒像、このメッセージをしっかり盛り込んで理解して、文章を書いていくと、すごく、まあ、先方というかな、欧州館が求める、作文に仕上がってくるんじゃないかなと思うんでね、できるだけね、マインドをね、欧州館に合わせて、今日はね、この育てたい生徒像っていうところをね、お伝えしました。まあ、明日からね、また8月って入るんでね、7月、今日明日でね、やり残した勉強がないように、しっかり頑張ってください。じゃあ、欧州館受験生の皆さん、頑張ってくださいね。さようなら。